一房佐山は九州山地の南部にある日本の山。標高は1720.8メートル。熊本県水上村、宮崎県椎葉村、西メラ村にまたがる。メラ山山の一つであり、熊、メラ地方における、信仰の山である。水上村、湯山の一房佐神社では、旧暦3月15日に、お竹参りが模様される。北部は、岩の貫湾帯を、 南部は四万十草群を基盤としており、山頂付近は花崗岩が露出している。花崗岩は約1400万年前にマグマが四万十草群に貫入して冷え固まったものであり、約75平方キロメートルの広さに及び黒雲母を含んでいる。東側は一つ瀬川が V 字国を刻んでおり、草年基地形の産業を見せる。椎葉村、 八立北川を中心に荒廃している市房山のんの汗び年降水量は約3200ミ、mm、リメートル豪雨地帯である。宮崎県側を中心に開発が進められており、原生林は山頂付近に残されているのみである。かつては山麓から順に進化し、もみつが、うなばやしが見られたが、現在では杉ひのき赤松から松の植林が中心である。 一房山全体には8000種類以上の植物が生息している。固有種としては、美しいワシャジにや、一房姫ャラなどがあり、一房山を南限とする種も30種以上いる。4月下旬から5月上旬にかけて、明けぼのツ,ツジが10月中旬に紅葉が見ごろとなる。青葉族やオオルリなどが生息する。年中登山は可能であるが、積雪のある十二月から二月、 夏の7.8月を除いた期間がシーズンとなる。日帰りで登山できる。登山道は3から7合目が木の根、岩等が多く険しい。7から8合目はなだらかである。八山頂は坂が急ではあるが、木の根、岩等がなく、比較的に楽に登れる。登山道は水上村の一房神社、西村村巻の口、西村村八木号の竹の元側からの山ーとがある。 水上村川からは市房山キャンプ場、市房神社を経営するルートが一般的で、登頂までに4時間近く要する。西村村川からは牧の口からのルートが一般的で、上りが4時間20分、下りが3時間10分ほどで、合計7時間30分かかる。椎葉村川からは登山できない。2011年10月現在、試み境方面の登山道が崩壊しており、 立ち入り禁止となっている。ありがとうございます。